かね、惹かれるものがあるね。よし、これでもう開いただろう、十分だろう、40だしな。よし、行くぞ行くぞ、英雄を。武器の貯蔵は十分か、まあ、とりあえず単発で40回引くんだけども、まあ、出たら終わりということで、まあ出ないかな出ないかなって思っちゃうんだよね。あ、これなんかあのフレガシャ鏡みたいなのがあるみたいな。ちょっと前回これでね、あの沖田さん引けたから、このフレガシャで、フレガシャ10連引いた後にすぐ召喚に行ったんだよ。これ召喚に行ってこれ10連したんだよね。で10連で2枚連続で出たから、なんかワンチャンあるんじゃないかなと思って、まあ、とりあえず単発で行きますわ。あれですよね、でもね、普通に CCC コラボの時に引いた方がいいよね。あの霊装も出るし、星5霊装効率もいいんだろうけど、まあやっぱりね、あ、自分の好きなキャラが欲しいと。石溶けてくね。ただいま飲み会帰りの11時44分。お、どうでしょう、理想の王星、これ初めてだな。最大値は1000アップ、かわいい。さあ頼むぜ、虹の演出が見たい、虹演出が。まさか、はいはい、虹演出が見たいマン、頼む虹。まあでもここからね、まだバチバチとかあるから。バーサーカー多くない、なんなのこのバーサーカー率は、ざっけんなマジで。もう呼び筆出る人ざっけんなってマジで。呼び筆出るのが一番さ、当たってない人に対しての精神的ダメージを与えてるから。俺も呼び筆出たら発狂するの、一回でいいから呼び筆出てほしいな。サバント、なんだランサー、核変もさ、いや10連、今まで10連で引いてきて、まあ引けた時もあるんだけど、1回あと2回単発で引いたら、あと1回だけ10連でいってみようか。10連怖いんだよね、石の減り方が尋常じゃないからさ。単発だと1回1回なんか演出が見れるから、なんか心の持ちようがさ、あー厳しいな。じゃあ1回だけ10連いってみようか、ここら辺で。じゃあこの1回フレガシャ引いて、あ、霊装ね。霊装どれ打ったらいいか分かんないから適当に打ってんだけどさ、それな。まだ見ていくかい、精神的にね。10連外した時がさ、ちょっとあれなの。こんばんは、行くぞ英雄を。このロード入るとか結構あれ宗教的なあれある、宗教じゃねえな、ロード入るとかって結構あれな、あれある。ライダー、あのね、あのブライトはね、そこまで欲しくない。ブライトはまあ別にそこまでって感じなんだよね、個人的には。ローディング長かったらなんかあるの、やっぱりそういうのあるの。トミフット、いやー、核変。うお、え、金じゃね、え、今の金じゃね、金演出がないですかね。うわっ、おーい、ふざけ、ちげえんだよ、てめえ、この野郎。あはははは、期待させやがってよ。いやおかしい。
飲み会でハッスル行きすぎてね、喉枯れてんだよな。いやマジアーチャーの金だったからさ、うわこれと思ったんで、まあ禁煙出だしな。こんばんは。まあ禁煙室だし、多少はね。こんばんは。ウーティカさんはね、おっぱいがちょっと垂れ気味なのがね、エロくていいんだよね。あ、まだあるか。今ラストだと思ったんだけど。いや、サーバントは結構いい確率で来てくれてるけど。いやー、さっきのアーチャーちょっと惜しいなー。こぎる。あれまだある。そうだよ 1% だよ。ちょっと一回スクショしますわ。キヨヒ好きな人 いっぱいいるよね。ちょっと単発で10 単発で10回行くわ。単発で10回ね。まあ、それは10連で引いたのみね。じゃあマーリン2回連続でさ、出てさ、起きた2回連続、俺の端末は2回連続で出ることになんか定評があるよな。どうしたんだろう。ほら見ろ、1回10連引いたらさ、こうなるんだよ石の数がよ。サーバン2、なんて言うんだろう、クラスのカードがパーンって見えた瞬間さ、ちょっと黄色いファンファンファンってなるじゃん。あの光粒子みたいなのがあれでなんか若干キン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 ってなるよ。俺だけかもしれないけど、キンじゃねみたいな。マーリンピックアップ来た瞬間、俺自分の持ってるホーグ2のマーリンマックスにするからな。ホーグ血がどんどん減っていくね。さっきまで122個あったはずなんだけどな。マジ昼飯来ないかな。昼飯来ないかな。てかやっぱロード時間がさ、二次回転をイメージしよう。二次回転をイメージしよう。トレース、オン。ダメですね。いやでもロード長かったら来るってことが分かった。星4以上が一時トレースオンって来るような気がするな。あーロード入んないかな。 1% か。 1% 厳しいな。星5レース。いややばいぞ、あと40個なんだが。あそうだね、トレースオンしたらエミは出しゃばってくるかもしれんな。えでもね、 CCC コラボ終わったら普通にあれだと思う。 1.5 部だと思うよ、もう個人的なあれだけど。セイバーかよー。うわーちげー、そっちじゃねーそっちじゃねー。一応スクショそっちじゃねんだよな。まあいいや。サーバントセイバーネロクラウディース。うむ、よっ、自敗のわかるま。星4多いな。なんか俺演出が来ないでさ、あの星4以上が出たの初めてかもしれないわ。演出が来ないで来たな。いやメルトリウスはそんなこまで欲しくないから狙うね。ギルガメッシュが欲しすぎて、メルトリウスがまだ欲しいっていう感情がギルガメッシュが欲しいっていう感情の下に埋もれすぎてまだ来てないね。っていうかまあ、強いかどうかも分かんないし、強いかどうかも分かんないっていう状況で引きたいってなるのはやっぱ見た目じゃん。俺見た目そこまで好きじゃない。でも声優が好きだから。あ、あと10連いくかじゃあ
さっきエミア出たし、10連いけんじゃないかな。まだこの、なんていうの、触れ頭鏡に触れてさ。はい。で、召喚で、10連に行くと。頼む！あ、ダメだこりゃ！ダメだこりゃ！ダメだこりゃ！ダメだこりゃ。メルトリースのせいはあれなんじゃないの、名前が出ねえ、あのほら、あのさ、オレガイルとかのさ、雪の声した人じゃなかったっけ、ちゃうかったっけ。それは勘違いならほんまに申し訳ない。お茶飲もう。あぶね、ひっくり返すとこだった。あ、とりあえず様子見ね。とりあえず様子見でしょ。なんか、ああそうだったような気がする。あのね、演出が来る前ってちょっとカクカクってなってない？ああ星4枠はこいつかな。冷蔵ばっかだな。ああ今日のはこれで終わり。アドラストあげようと思ったけど、飲み会行っててサムネの編集してないから。またお前かーい。いやマジギルガメッシュでもここで引いとかないとさ、次いつ来るか分かんないじゃん。ここで引いとかないと、でもその考えが破滅へと導くんだよな。俺この前カレスコ2枚目引いたんだよね。めっちゃ嬉しかった。カレスコ2枚目マジで嬉しいぞ。ダメだったわ。やっぱ10連はなんかちょっと厳しいな。でもね、まあ収穫、エミアがさ、エミアがさ、引くのさ、入手順で、フィルターを、あれこれフィルターってかけれなかったっけ？あー、なるほど。入手順、あ、いるじゃん、上に。ネロでしょ？星4だけど。ネロと、まあ、謎のアーチャーの金が出てきて思わせぶりなエミヤくん、ギルガメッシュですね。あ、思わせぶりなエミヤくん出たんですよね。悔しい。まあ仕方ないということでね。俺のマーリン、ちょっと俺の自慢のマーリン見せていい？あ、待って、あと単発1回だけなら引けるわ。あのショップで交換すれば。お一人様ご案内。なんだっけ。ゆっくりしていってくれ。あ、違う。指が勝手に行くわ。指が勝手に課金に行くわ。小さな作業こそ危ない。丁寧にだ。とりあえず単発で引く可能性はまあ残ってる。触れ頭鏡に触れて、ここで単発いきます。トレースオン。はいはい、ダメでした。ジルドレ、実質あれなんか顔同じでしょ。エミアと顔同じだろ普通に見て。あー引けなかったですね。こんばんは。悔しい、非常に悔しい。俺の自慢のマーリンを見せびらかしつつお別れにするか。これ俺の自慢のマーリン、レベル100、まあ絆が8なんだけどね、もうすぐ9になる。でスキルのレベルはね10710なんだよね。俺の自慢のマーリン、フレンドみんな使ってくれていいで。
というわけでお疲れ様でした。はい、放送切ります。